どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンという漫画の原作者をやっております。左利きのエレンの人名由来を今日はご紹介したいと思います。今日はニューヨーク組を紹介します。今回は9巻の人物紹介を元にご紹介するので、9巻までの内容を、まだ読んでない方はネタバレが含まれますのでご注意ください。それではよろしくお願いします。チームサウスポー、エレンからご紹介します。主人公の一人、山岸エレンです。まずエレンっていう下の名前は、劇中でも触れたようにこの絵に恋するという字でエレンという風に命名されたという設定になっております。苗字山岸なんですが、ちょっとこれは由来とは結構遠いんですが、この山岸エレンというキャラクターの、キャラクターの内面の造形に参考にさせていただいた、実在するアートディレクターの石岡英子さんという方がいらっしゃるんですけども、この石岡英子さんのお名前が、最初は石岡にするのも考えたんですけど、ちょっと芸がないなと思って、ちょっと遠いんですけど、石を、山に置き換えて、丘を岸に置き換えて、結果的にだいぶ遠い名前ではあるんですけども、元の着想としては石岡英子さんの石岡から、伝言ゲームのようにイメージを変えていって、山岸という名字にたどり着いてます。石岡英子さんというクリエイターが、ご存じない方はぜひ作品など調べていただきたいんですが、彼女はもともと広告のアートディレクターをされてた方で、東急百貨店、デパートの東急百貨店のロゴデザインだったり、当時素晴らしいお仕事をたくさんされていたんですけども、日本の広告業界にいろいろ思うところがあり、ニューヨークに単身渡り、そこで広告の世界からファッションの方に、転身された方になります。でもちろんそのアートディレクター時代も素晴らしいお仕事をたくさんされていて、おそらく日本初の有名な女性アートディレクターだったかと思うんですけども、そんな素晴らしいキャリアを捨てて、そのニューヨークでファッションデザイナーとして転身し、そこでさらに大成功を収めるという、まさにサクセスストーリーの持ち主でもあります。近年亡くなられて、その時にそのニュースを僕が見た時、もしかしたらその石岡英子さんに影響を受けた、当時のその広告業界にいた男性が、きっとその彼女の死を思っていろいろ今何か彼女とのエピソードを思い出してるんじゃないかなっていうふうに思って、その時の気持ちが、この左利きのエレンの、物語の原点になっているので、そういった意味でも石岡英子さんという存在は山岸エレンを語る上でかなり、イメージの元になっております。続いて、エレンの右腕加藤さゆりですが、彼女は最初、高校時代の前半はあえてモブキャラ、脇役だと思って読者に見てほしいと思っていたので、ちょっとごめんなさい、脇役というと加藤の苗字の方気を悪くされるかもしれないですが、僕も本名伊藤なので超普通の名前なのでちょっと、ご容赦願いたいんですが、加藤というあえて普通のよくある名前にすることで、加藤さゆりというキャラクターを何でしょう、そのあまり物語に関わってこない重要なキャラじゃないんじゃないかとミスリードしてもらうために、加藤という名前を、あえてつけています。で、これはこの左利きのエレンという漫画に限らずだと思うんですが、いろんな事情でそのキャラクター、漫画のキャラクターの名前ってちょっと変わった名前が多いと思うんですね。覚えてもらうっていうのももちろんあると思うんですが、キャラクターが何かその物語の中でそのネガティブなことをした時に、その同じ名前の方がそのイメージ悪くならないように配慮した上で、そのちょっと
まあ、現実だとあまり見ないような名前をあえて選んでる、傾向があると思います。まあ、あのドラえもんのジャイアンとか、最初はあの、まあ、ゴーダタケシって名前ありますけど、ジャイアンはジャイアンで最初やってた理由はそれらしいです。ジャイコが先だと思うんで、あのジャイコの話ですね。さゆりの話の時にジャイコの話すると思いませんでしたが、まあ、そんな感じで、あの加藤さゆりの加藤はそういうポピュラーな名前としてあえてチョイスしております。下の名前のさゆりなんですが、この左右っていう言葉から着想を得てまして、まあ、左利きのエレンっていうタイトルなので、左っていうのは、まあ、物語の中で、まあ、常にそのまあ安直ですけど、あえてその記号的に左というのは天才を指しているっていうふうに僕は、この物語ではそうしておりまして、で右はまあ高一側ですよね。その普通の多くの人、天才になれなかった全ての人をあえてその右っていうふうに分けて考えてるんですけども、その時に左とも右とも通じるその中間にいる人間として、描きたかったので、この左右という字からさゆりという着想を得てます。まあ劇中ではあの吉永さゆりから命名されてるっていうふうに設定されてますが、あの裏のテーマはそういう感じです。続きましてルーシーピグロー、僕がかなり好きなキャラクターなんですが、このルーシーちゃんは、リュック・ベッソン監督の映画ルーシーから名前を拝借してます。で、まあ、これは単純に僕があのリック・ベッソンのファン というか、ファンなんですけども、まあ、どっちかというとその、まあ、原体験に近いというか、まあ、今となってはその好きな映画監督聞かれて真っ先に上がるかは正直わからないんですけども、あの映画を初めて好きになったきっかけはレオンっていう映画だったので、まあ、そういった意味であの僕の映画好きの原体験としてリュック・ベッソンから名前を拝借しております。ピグローなんですけど、ピグローって多分存在しない名字なのかなと僕思うんですけど、わかんないです、あの存在するかもしれないんですが、あの本当に僕が知ってる英語の名字だとビグローなんですよね。で、そっちはこれも映画監督でキャスリン・ビグローっていう女性監督から、名前を拝借してます。キャスリン・ビグローはハートロッカーっていうあの有名なアカデミー賞を取った作品の女性監督なんですけども、まあ、アカデミー賞の監督賞かなを初めて女性で取ったとして、話題になったあの超有能な女性映画監督になります。でそんな感じであの、まあ、両方ともルーシーもピグローも、映画由来になってます。でまあ、あえてそのピグロを P にしてる理由なんですが、まあ、ルーシーはあの言葉遣いも僕とか言うじゃないですか。女性女の子なのに僕っていう言葉遣いをしてるのもあり、なんでしょう、そのなんかちょっとまあ、コミュニケーションが得意なコミュ力高い人間なんだけど、ちょっと独特の言い回しを好むというか、ちょっと説明が難しいんですけど、なんか自分流の喋り方言語を持っているというか、なんだろうな、なんか日本のタレントさんでもいると思うんですけど、ちょっとあの喋り方に癖があるユニークなあの方っているじゃないですか。でそういう方ってすごい魅力的だと思うので、なんかルーシーはその漫画だとちょっとね、あの音がないんで分かんない、伝わらないと思うんですけど、ちょっと変わった子なんですよね。その僕って言葉をあえて選んだりとか、だからなんかそのちょっと変わった感じ、名前もちょっと自分で変えちゃってる。だ多分ね、あのビグローなんですよ本当はルーシーも。でもそれをピグローっつって、なんかこっちの方が可愛いじゃんぐらいの理由で多分使ってるんじゃないかなみたいな気持ちで命名してます。マリーンなんですけども、これはちょっと、ネタバレが含まれるのでここでは触れません。続いてエレンを取り巻く、心強い大人たちなんですけども、アンナ騎士、これはあの、まあ、この
この髪型でもお分かりいただける方はいると思うんですけど、アナ・ウィンターっていうあの防具の編集長、有名な鬼編集長をモデルにしてます。まあアイコン的な髪型をされてるんですけども、でアナ・ウィンターはあのプラダを着た悪魔見た方は分かると思うんですけども、あれのモデルです。でアナ・ウィンターのあだ名が確かね、あのウィンターっていう冬っていう意味から、なんだっけな、氷の女王とか呼ばれてるんですよね。ですごいですよね、あの現実世界であの通り名がある人ってめったにいないと思うんですけど、アナ・ウィンター氷の女王みたいに言われてて、それすげえ面白いなと思って、まあ、五番街の女王っていうあの劇中であのアンナも言われてますけど、五番街の女王はもちろんこのアナ・ウィンターの、氷の女王から由来してます。でもう一つ、あのこのファッションデザイナーで娘が何人もいて、それぞれ超美人のモデルさんっていうあのところから、森花江さんを、かなり意識してキャラ造形してるんですけども、まあ、森花江さんのこの森っていう一文字を取ってとそこから転じて、一文字の苗字つながりで騎士にしてるんですけど、まあ、ここを騎士にした理由は、まあ、あの漫画読んだ方は分かると思うんですけど、山岸の騎士とリンクさせて騎士としています。で続いてアンナの右腕マチルダ・グレイマンなんですが、この名前のマチルダは映画レオンのあのマチルダから来てます。で、あの、まあ、これ確かリメイク版で出てないと思うんですけど、息子の名前がレオンなんですけど、まあ、これは、まあ、マチルダ自身がその設定的に、まあ、レオンっていう映画が好きでニューヨークに来たっていう設定なんですよ。まあ多分そのね、あの自分と同じ名前のキャラクター出てる映画ってちょっと特別に見ちゃうじゃないですか。まあきっとレオンって映画と出会ったら、マチルダはきっと、まあ大事な作品としてレオンをあの記憶してたんじゃないかなと思うので、まあそういった意味で そこからマチルダ自身もレオンって映画から息子をレオンって名付けたという、設定になってます。ファミリーネームのグレイマンなんですけど、あのまあなんとかマンで終わる苗字ってなんか僕的にすごい中二心をくすぐるかっこいい名前で好きだから、なんとかマンにしたいなと思った時にピンときたのがこのグレーマンで、でグレーっていうのがまあ灰色で、黒と白のこの間じゃないですか。でこれってさっきのさゆりの右と左の中間にいるっていうのと同じ意味合いなんですね。なのでグレーマンっていうのはまあ、さゆりとかなり名前の由来が近くて、同じようにその黒と白の間で公平に物事を見てる存在としてグレーマンという命名してます。で最後です、バルバラ・アロンソ、まあ、アロンソって名前ほとんど出てきてないんで覚えてる方いらっしゃらないかもしれないんですが、一応設定上バルバラ・アロンソという名前です。でアンナ専属の要人護衛警護、まあ日本でいう SP っていう仕事だと思うんですけど、バルバラはまあ名前の本当のそのバルバラっていう名前の本当の本来の由来はその聖バルバラっていう聖人から来てる名前らしいんですけども、そっからね、なんかちょっとごめんなさい、僕もそんなに詳しくないんですけど、バルバロイって歴史で習った言葉あるじゃないですか、野蛮人っていう、それの語源がバルバラらしくて、まあ、バルバロイの方から僕は逆算してバルバラってつけてるんですけど、まあこんな綺麗な顔をしていながらかなり凶暴な性質を持っているっていう意味で、それを匂わせるバルバラっていう名前にしてます。でアロンソって名前はまあ、スペインのポピュラーなスペイン人なんですけど、ちなみにまあ、スペイン人、まあ、アメリカ国籍のスペイン人だと思うんですけど、アロンソって名前は海外ドラマのオレンジーズニューブラックっていう女性刑務所のを舞台にしたすごく面白いドラマがあって、まあ、ネットフリックスで見れるんでよかったら見ていただきたいんですが、オレンジーズニューブラックという作品に出てくる僕が好きなキャラクターが、アロンソという苗字だったので、そこから拝借してます。ちなみにですが、ちょうどこのニューヨーク編書いてる時にこのドラマをすごく見ていたので、このニューブラックっていう言葉、聞き覚えがある方もいらっしゃると思うんですが、
新月、エレンが着用している新月の、英訳が、まあ、無理やりニューブラックってしてるんですね。で、これですね、このエレン着用の新月、 AK5 の新月っていう洋服が出てくるんですけど、でニューブラックっていうのがどういう意味かっていうと、なんか スラングなのかな、なんかその英語のその辞書的に辞書に載ってるかちょっと分かんないですけど、ニューブラックってそのドラマのタイトルの元ネタとしては、流行りの服、トレンドのファッションをニューブラックっていうらしいんですよ。でオレンジっていうのがその女性の、その女性刑務所の、あの囚人服はオレンジ色なんですよ。だから今年の流行りはオレンジだぜみたいな、そういうニュアンスでついたタイトルだと、聞いてます。なので、流行りのトレンドの洋服っていうのを、まあ、ちょっとあの変わった言い方をしてニューブラック新月と、命名してます。はい、ということで本日は左利きのエレン、人名由来ニューヨーク組をお送りしました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。